ソロモン諸島全図ニュージョージア諸島。中央の首都がニュージョージア島ニュージョージア島はソロモン諸島西部州で最大の島。面積2037平方キロメートルで西部州で比較的大きな島の大部分を含むニュージョージア諸島のうちの一島である。長さおよそ72キロメートルでありニュージョージア海峡の南側境界の一部をなしている。島西部にある クラワンの向こうにコロンバンガラ島が横たわり、東にはブングヌ島、南のブランチェ水道の向こうにはレンドバ島がある。また、東側の沿岸にはマロボ小庫が形成されている。島は起伏が激しく深い森に覆われている。第二次世界大戦でのアメリカ軍によるニュージョージア島の戦いは1943年6月30日に、 同東と近隣の島々への上陸で始まった。何週間もの困難なジャングル戦の後、8月23日に同東はアメリカ軍が確保した。しかしながら戦闘は近隣の島で10月まで続いた。ニュージョージア島での日本軍の基地であるムンダは同東への攻撃での主要目標だった。1943年8月5日にアメリカ軍はこの基地を占領した。 バイロコ港にある日本軍の施設はムンダの北 13km にあり8月25日に占領された。島で話されていた複数の言語はニュージョージア語に属する。これらは太陽系言語の中の南部ニューアイルランド、北西ソロモン言語につながるサブグループであり、また東、マラヨポリネシア言語の主要グループであり、さらに巨大なオーストロネシア語族の一部である。 島の言語は、東と西のサブグループに分けられ、10の言語が話される。ありがとうございます。